Thank you.
しだ。いっけいけ。一丁もんでやりますか。行け。
悪くなかった。
サーバに仕込んだマルウェアは何か情報を拾ったか？全然ダメ。決定的な情報はデジタルウェーブに関係するデータはかなり頻繁に。デジタルウェーブ？ああ、それを使って大規模スエドーって研究者が中心になって。詳細データは。忙しいのか？ここのところあちこちで調べてみても原因がわからない。バグでもなければハッキングで。ひょっとすると、そういや秋葉原でも例の、いつも以上にどんよりして。俺だ。ザクソンか？ああ、これからデモンズにし、全て自分たちの手で。あらら、やっぱさ本気だね。あいつはどうし、さあ。エリカ、あいつを見たか？さあ。あいつはどこ、緊張してるの？なんでいるって。エリカが心配だからつい。一人で行く約束？行かない方がいいと。無償で何かしてくるなんて。あれ？エリカに聞いたぞ。これ以上やつの狙いが何である？毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。お前に何かあったら、行くなら結局人間も二人になっちゃったね。心配するな。はい、いいか、
ジニー剣のことさ。そうだ。まだそれだが、そうだな。かの有名なニューロ、答えは私の正体を問うたな。君は本一度も疑問に思った。借り物のアバターでデータ化され、改ざんが可能になったこの仮想世界、現実世界でさえ水槽の中の脳である可能性がある。大勢が他人の疑問もなく、よく考えてみた。エデンでこうあろうとしている姿が現実の姿。そいつのヨタ話に耳。リュウジ、出てきちゃダメだって。黙って聞いてりゃ。グッ、そいつのメンツのために様子を見ている。煙に巻いた言い回しばかりしているが、赤字を別のやつに押し付けておる。こいつをつける。彼が心配でわざわざついてきた。だが、さて、約束をたたえて邪魔者を連れてきた。自分が言って気が向いたらまた反対。追うのは後だ。開始だ。みんなのおかげだよ。終わった？その目はひょっとして言ったでしょ。それにあんな大きなデジモンと。気づかなかったか、あいつが。うん、デジモンでのバトルは。それなのにあいつは、Kはそこらにいる。ハッバトルはともかく、理解力はこいつのが。
しょ、そうでしょ。これで分かったな。奴の正体が何者かし、それに死も終わったよ。お兄ちゃんに言うつもりはなかったんだけど、聞いてたよ。ワームモンと通信、まさかとは思うけど、あんなの君をこんな、精神データはエデンの最も重要な構成要素、不正にアクセスされ人の精神で、そりゃ、別人なの？騙し、殴ったらまた壊れる、安心して。なんちゃって、お返し。
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、見ていてくださーい。シスタモン姉妹のトレーニングジム開講中よ。今ならなんとジム開講記念特典、私たちシスタモン姉妹からの愛のてっぺん大サービス中。私たちの拳受けてみ、受けてみてください。お、パンタ殴ってくださいって顔してる。どう？今なら回復。おお、デジモンの依頼なんて誰も。そうですね、お姉ちゃん。私たち姉妹はデジタルワールドじゃ。姉さんってば。おっと、私たちがこの最強を目指すデジモン。ガンクーモン師匠と二人と一緒にデジ…はい。大丈夫、大丈夫よ、ブラ。とにかくそんなわけでも、ただ探すのって姉さんってば。そこでこのエデンにもデジモン。はい。今からここに記念す…でも私たち…あ、自分…この可愛い…ここで、あんたたちベンニアに名付けてイカついてる。なんだけど、エデンの腕利きのベンニアだって聞いたこと。そうですね。もう、その顔じゃ。姉さん、でも、そうです。え？おお、いかにも敵っぽい。今にも無敵ワード。すいません、でもそれをこの依頼頼む。あ、ささ起きや、ここがトレーニング。そうそう、なんでも開講記念で得俺食べ物バグママ二人とも食い。またハッカーが襲ってきて。ああ、はよく来たわね。誰？え、生まれた時から姉妹だぜ。ある日出会った恩人は地震雷路頭に迷った二人。
飾姉妹もシスタモン姉妹当トレーニングジムよ。私たちシスタモン姉妹と絶叫キョキャワウィー。デジモンってみんなアブモンやガブモンみたいなのかと思ってたけど、でも可愛すぎて私たちがあんまりでした。厳しいわよ。覚悟はいいかしら。でもよろしくお願いします。ふだん。その勢いよ。準備はよ。気合い入れていくわよ。その通り、愛が足りないわ。あなた、自分はデジモン、主役はあくまでデジモンで、自分はそ、でも、それが私たちは、周囲の情報を取り、私たちにとって、愛が、そばにいる人たちからの愛は、何よりも私たちにとっては、ガンクーモン様の海の、それが私たちよ、そんな愛が、生き、アグモンやガグモンのこと、どうしたら。さあね。そうですね。ぶつける。へえ。そっか、ハグモン、ガブモンのき、あたしの愛、今のなり愛？うん、正直なとこ、愛は行動で示す。思うだけでもダメだから、私はそれが、うん、ノキさ、元気だ。何度負けたってノキアのラブあったかいね。これもだよ。ガルモン、ガレルモン、
私たちがあなたたちはさあさあああなたたちから感じる。もちろんさっきのでも仮面の人行くよ。ああ覚醒して覚悟なさい。ここまでで素晴らしい成長だわ。ありがとう。強力な手下、厄介な手。狂いも嬉しいけど。そう。あの姿はいいね。うん。ありがとう。こんなに簡単に元の姿に戻る。あなたたちは。バトルは分かってます。でも本気を出したのこの魂の いい勝負で安心しなさい。でも妹の暴走を止め聞きなさいブラン。優しい言葉。起こさないよ。ここ。ありがこれもまた機会が。まだまだ。やれやれ。
Thank you.